1997年 WRC は 4WD 化やターボの追加を認める WR カー規定を施行した。多くのヨーロッパメーカーはこの規定に沿って WR カーを開発したが、三菱は市販車ベースにこだわり、前年に引き続きグループ A 規格のランサーエボリューション4でシーズンを戦うことを決定した。コンパクトなボディに重いターボ下級エンジンを押し込んだ結果、ランサーエボリューションはフロントヘビーが原因のアンダーステア傾向を抱えていた。エボリューション4ではその問題を解決するために、アクティブ用コントロールと呼ばれる左右のタイヤの駆動力差で旋回力を得るシステムが搭載されている。さらにリアサスペンションをダブルウィッシュボーン化する一方、世界で初めてシーケンシャル方式のトランスミッションを搭載するなど、操縦性が磨き上げられていた。1997年シリーズの開幕戦、モンテカルロでデビューしたエボリューション4は、前年度シリーズチャンピオンのトミ・マキネンをエースに擁し、シーズンを戦い始めた。第4戦、ポルトガルラリーで早くも優勝を勝ち取ると、第5戦、カタルニアラリーでも連勝する。第6戦のツール・ド・コルスでは、コース上にいた牛と激突して崖を転落するという大アクシデントにあったが、第7戦、アルゼンチンでは見事復活して優勝。第10戦のセンコラリーでも勝って、マキネンは2年連続でドライバーズチャンピオンとなった。WRC が変わっていく中、あえて 4WD ターボの市販モデルをベースにしたグループ A 車両で戦った三菱は、そのこだわりを結果で証明したのである。